僕の家って、うん、基本常に鍵開けっぱなしで、で誰がいつアポなしで来てもいいんですよ。そう、友達だったら。何を言ってるんですか。何飾り窓みたいな。マジで。はい。いきなりピンポン来て、うん、え、なんだと思って出て、うん、あ、来ちゃいましたつって、こう友達とかが来ても、うん、僕嬉しいんです。オッケーつって開けて。いやいや、だったら約束できるやん。約束は嫌なんです。でもいつでも家におるとは限らないわけでしょ。今日帰ったら誰もいない時はすっごい寂しい。そうそう、寂しいですね。でも来て思ったらどうするの。何かすんねん、みんなで何かやろうよとか。いや、僕それも別に求めないんです。は来てんの。例えば友達家に来るじゃないですか、うん、もう好きにしてって感じなんですよ、うん、自分も好きにするから好きにしてと、うん、いやだったらいいやん、もう別に一人でも。そうそう、いや、それは嫌なんですよ。同じ空間に人がいる感覚が好きなんですよ。金魚先生ちゃうことやってて、はい、来た人ももう普通にテレビ見てるとか、はい、これはなかなか難しいね。難しいですね。結婚とか無理だね。うん、まあ結婚像全くないですね。どんなタイプの人が好きなの。本当は本当だわ。恋愛ベタの寂しがり屋翔太さん、どんな女性がお好みなんですか。二人の世界をすごい作ろうとしない人がいいですね。いやいやいや、でも自分で釣り行ってずっとルアー持たしてるわけよ。そうそう、あの例えば友達遊びに来るじゃないですか、うん、それが僕の友達でもいいですし、うん、その女性の友達でもいいんですよ、うん、二人の世界になろうよみたいのは嫌なんですよ、うん、例えば僕の友達が来てる時に、うん、その友達と仲良くしてくれたりとか、うん、僕友達の方が好きなんですよ、恋愛より。さっきは何を一人で喋ってるの。男同士で遊んでるの好きなんですよ。あ、で浮気もしないってこと。しないです。その代わり友達と遊ばせてほしいんですよ。いや、もう君別に中学生やないやん。何をしてんの。遊びたいの友達。